全日本大学選抜としてイタリア遠征に行ってきます。明治大学の代表ということで責任を持って自覚のあるプレーをしていきたいと思います。3年の阿部修斗です。8月3日から15日まで全日本のイタリア遠征に参加してきます。この年代では世界に触れることがあまりないと思うので、しっかりそういう経験を踏まえて頑張っていきたいと思います。以上です。3年の中村隆です。全日本大学選抜としてイタリア遠征に行ってきます。明治の代表として自覚と責任を持って頑張っていきたいと思います。の大橋敦史です。明日から8月15日まで全日本大学選抜としてイタリア遠征に行ってきます。海外の選手のプレーと全日本大学選抜の周りの選手のプレーを結んで自分の成長につなげたいと思います。以上です。